またナイス君の勝ち。背を弱いね。本当にな。ナイス君が強すぎるんだよ。機内には他のお客さんもいるんだ。静かにしろ。すみません、田中紫先生。急にいなくなったと思ったら戻ってきてくれるなんてラッキー。田中紫先生、やっぱり名前ダサい。でもイケメン。つかなんで全然学校来てなかったのに、なんで修学旅行だけ。ちょうど沖縄で仕事があってさ、普通に旅費払うより安かったから。旅費って依頼人さんが出してくれるものじゃないの。出してくれるよ。でもその上で旅費安く上げたら差額が儲かるじゃん。これ子猫のアイデアね。セコハマトラセコ。沖縄で仕事ってどんな依頼なの。